ヨセファイデムは旧西ドイツ出身でイタリアの女子カヌー選手。身長177センチメートル、体重70キログラム。旧西ドイツのゴッホの生まれ、11歳の時にカヌーを始める。初めてのオリンピックは1984年のロサンゼルス大会でカヤックペア500メートルで銅メダルを獲得した。1990年にイタリア人のジュリエモグェルリーニと 結婚、1992年に国籍をイタリアに変更した。彼女はラベンナの郊外で家族と共に暮らしている。2000年シドニーオリンピックではカヤックシングル500メートルで金メダルを獲得。イデムは2012年ロンドンオリンピックで女子選手として史上最多となる8度目のオリンピック出場を果たした。8度目のオリンピック出場についてイデムは私は カナダのヤン・ミラー選手やラトビアのアファナシジスクズミンス選手のように出場回数を増やすためにオリンピックに出るのではなく世界に通用する実力があるからオリンピックに出るのです世界に通用する実力がなければオリンピックには出ませんと話しているロンドンオリンピックのカヤックシングル500メートルで5位入賞ありがとうございます